ロシア諜報員の情報提供でウクライナ大統領の命救われるロシア外相の演説時の光景複数国の外交官集団で退場アメリカ軍ロシア軍は食料供給不足に陥り集団降伏も発生ロシア外相第3次世界大戦なら核戦争ウクライナ義勇兵に日本人70人志願 ロシアヘリコプター日本領空侵犯ロシア最大手銀行が欧州市場から撤退ウクライナのゼレンスキー大統領はロシアが同国に侵攻した後暗殺の主なターゲットとなりました ウクライナ国防省の高官は大統領を暗殺しようとしたチェチェン共和国の突撃部隊を消滅できたことはロシア諜報員による情報提供が鍵であったと述べています。3月2日、フォックスニュースはウクライナ国家安全保障国防会議のダニロフ書記が3月1日にウクライナの治安部隊が2グループの暗殺部隊に反撃したと述べたと報じました。 ダニロフ氏によると、ウクライナ軍はこの数日間に予定されていたゼレンスキー大統領暗殺の情報を受け取っていましたが、さらに前にロシアの諜報員から情報を受け取っていました。その情報を頼りに暗殺を企てていたチェチェンの精鋭部隊を壊滅させました。同諜報員は血なまぐさい戦争に参加したくないので、ウクライナにこの情報を漏らし、ウクライナにチェチェン軍の動向を把握するようにしたいと明かしています。 ダニロフ氏は暗殺に関わった2つのチームのうち1つは殲滅され、もう一つはウクライナ軍の支配下にあることを明らかにしました。ロシアはウクライナ侵攻後国際社会で孤立しています。3月1日、ジュネーブで開催された国際軍縮会議でロシア外相が演説した際、多くの国の外交官が集団で退場し、ウクライナ大使の周りに集まり、これをもってウクライナを声援し、モスクワの侵略行為に抗議しました。 イエメン、アルジェリア、ベネズエラ、シリアの代表だけが会場に残っていました。ロシア外相の演説は事前に録画されていました。本来は本人が出席する予定でしたが、対ロシア制裁により EU 空域の上空飛行禁止により、やむなく日程をキャンセルしたとのことです。ウクライナのクレバ外相は軍縮会議でビデオ演説を発表し、ウクライナにおけるロシアの戦争犯罪行為を非難し、 ロシアのウクライナ侵攻に関する緊急全体会議の開催を呼びかけましたウクライナは3月1日に首都キエフのテレビ塔がロシアのロケット弾で攻撃され地元市民5人が死亡したと訴えました現在テレビ塔は構造上問題ありませんが危機器に一部損傷が見られると言います キエフのクリチコ市長は、ロシアのロケット弾2発がテレビ塔に命中し、付近の歩行者5人が死亡したと発表し、住民に外出を控えるよう促しました。ビデオ映像では、テレビ塔の下の瓦礫の中で消火を試みる消防士が最初に到着し、不幸にも亡くなった通行人の遺体が近くにある様子が映し出されています。ロシアのウクライナ侵攻以来、反戦感情がロシア軍にも波及しています。 イギリスのデイリー・エクスプレスとアメリカのザ・ニューヨーク・タイムズは、アメリカ国防総省の高官が3月1日に、ロシア軍は燃料と食料の提供不足に影響され、士気が低下していると述べたと報じています。ネット上の映像では、ロシア兵の主張が押収され、配給された軍量が7年前に賞味期限切れとなったものであることがわかっています。 アメリカ国防総省の高官によるとウクライナ人の頑強な抵抗はロシア軍の予想以上でロシア軍はしばしば戦友の死体を捨てたりしかもウクライナ人の強烈な抵抗に直面してグループごとに戦わずして降伏したりまた一部のロシア軍は戦闘を避けるために自分の軍用車両の燃料タンクに穴を開けているといいます情報によると相当多くのロシア兵が若者です 彼らは系統的な訓練を受けておらず、しかもロシア軍は本格的な攻撃への準備が不足していました。捕虜となったロシア兵の情報によると、彼らの多くは演習に参加すると言われて戦場に送り込まれ、前線についてから騙されたことに気づいたといいます。 先日、ウクライナ兵が撮影した若いロシア兵を何人も捉えた映像がありましたが、その中の一人のロシア人捕虜は、指揮官が演習訓練だと言っていた。前線に送られてから騙されたことに気づいた、と語っています。また、ロシア国内では反戦の声が上がり続けています。 AFP 通信によると、ウェブサイト Change.org で公開された反戦の公開書簡には、ロシアとウクライナの戦争が始まって2日目、2月25日で75万人以上の署名が寄せられたといいます。同日、ロシアの科学者や科学ジャーナリスト664人がフランスの新聞、ルモンドに、戦争勃発の責任は全てプーチンにあると非難する公開書簡を発表しました。 ロシアのラブロフ外相は中東の衛星テレビのインタビューで第三次世界大戦が勃発した場合必ず核兵器が使用されその結果は壊滅的なものになるたとえ全世界が一緒に滅んだとしてもと警告しましたまたラブロフ氏はロシアはウクライナと第二回目の交渉を行う用意があるがウクライナ当局はアメリカの要請でわざと時間を延ばしていると述べました ロシアの侵攻を前にして、ウクライナの状況はそれほど楽観的ではありません。ロシア国防省によると、侵攻7日目に南東部の港湾都市ヘルソンを制圧し、包囲したとのことです。ウクライナ第2の都市ハリコフでは、ロシア軍による空爆が続き、南部でもマリウポリがロシア軍に空爆されるなど、戦況は熾烈を極めています。 首都に残ったウクライナのゼレンスキー大統領はロシア軍によるホロコースト慰霊地への爆撃をウクライナの歴史を完全に破壊し人間性を失っていると非難しました同時に他の西側諸国はウクライナを援助し続けウクライナ国防省は他国からのミサイル供与を受け入れる用意があるとしましたスペインの首相は攻撃的な軍事装備がウクライナに提供されると述べました またロシアのプーチン大統領のウクライナ侵攻は野蛮な試みでありその目的は西側世界がヨーロッパに専制主義に反する価値観を確立するのを阻止するためだと批判しましたさらにトルコはウクライナの対ロシア防衛を支援するためドローンを送る予定です開戦以来ウクライナの要求に応じてアメリカカナダイギリスなど欧州十数カ国が様々な軍備を提供しました ゼレンスキー大統領は先日、防衛を支援するために外国人義勇兵の軍団を組織することを望んでいると発表しました。ウクライナ当局によると、すでに何千人もの人々が軍隊に参加するために応募し、入国しているとのことです。在日本ウクライナ大使館は、日本人男性70人がロシアと戦うために外国人部隊に入隊することを確認しました。 毎日新聞は3月1日70人の日本人男性が応募しそのうち約50人が元自衛官2人が元フランス外国人部隊の隊員であったと報じましたウクライナ側は従軍させる場合には報酬を支払うことを視野に入れますが Twitter ではボランティアとして募集しています共同通信は2日午前北海道根室半島沖でロシア機と推定されるヘリコプターが日本の領空を侵犯したと報じました 日本の防衛省は航空自衛隊が直ちに戦闘機で出動し退去させたと発表しました。日本政府も外交ルートを通じてロシア政府に抗議したと明かしました。最近、日本政府が欧米の対ロシア制裁に参加することを表明したことが日本ロシア関係に影響を与えているかどうかはまだ観察が必要です。現在進行中の戦争による罪のない死者の増加により多くのウクライナ人が家を離れることを余儀なくされています。 すでに65万人以上のウクライナ人が国境を越えてポーランド、スロバキア、ハンガリー、ルーマニアに逃れており、このため EU は直ちに大量の難民を受け入れる緊急計画を立ち上げました。欧州委員会の委員長は、庇護を求める人々の保護と安全な帰国を望む人々への支援を提供すると述べ、ウクライナ難民とその家族に EU 加盟国での滞在や教育、就労を許可することを提案しました。 最後のニュースです。ウクライナへの軍備提供に加え、多くの欧米諸国がロシアに経済制裁を加えています。ロシア最大の銀行であるズベルバンクがついに欧州市場からの撤退を決定しました。ロンドンに上場していた同銀行の株価は一時95%暴落し、終わり値は87%下落しました。 欧州中央銀行は同銀行は欧州の子会社で異常な資金流出が発生し一部の従業員や支店の安全が脅かされたため欧州市場からの撤退を決定したと発表しました欧州中央銀行も以前ズベルバンクの欧州子会社は政治的緊張により評判を落とし預金が大量に流出しすぐに破綻する可能性があると示していました 加えてロシア中央銀行がすべての金融機関に対してロシアに制裁を加えている国への現金送金を禁止しているのでズベルバンクの欧州子会社は親会社からの支援が全くなく基本的に営業が継続できない状態にあったといいます。今最前線多謝各位收守守真相絕對會放棄我